Hey guys、 友の沙莉沙です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は、簡単文をやろうと思います。はい、結構この簡単文ってあんま使うことないんですけど、日本語でもなんて素晴らしいんだろうみたいな、なんてみたいなところなので、あんまりこうちょっとね、オーバーリアクションが苦手な日本人としてはあんまり使ったことはないんですけれども、ただまあ押さえといて損はないっていうのがすごく簡単でシンプルなので、はい、じゃあ、まずですね、普通の文章と何が違うか、まあ、簡単文っていうのは、まあ、字の通りこうすごいなんかびっくりするようなこう驚きみたいな文章なんですよ。例えば You are tall だと普通に背が高いよねという文章じゃないですか。でもこれにもっと You are very tall だと、あなたはすごい背高いねっていう時 very ですよね。それをもっと上の段階で表現する時、 How tall you are、あなたはなんて背が高いのみたいな、こういう感じですね、こう強さとしては。だからこれだんだん下に行くほどあれでしょ、そのびっくりする度合いがこう増してっている感じがするでしょ。これが簡単文なんですよ。で、まあ、ここのね文章を見てもらうと分かるんですけど、語順っていうのがもう決まってます。簡単文っていうのはもうこれです、この2つしかなくてですね、 How、What、で、プラスですね、ここにびっくりマークがつきます。なのでここの文章が初めに How とか What で始まっていて、でしかもここが普通だとね、前回昨日やったように疑問詞になるはずじゃないですか。それが疑問詞じゃなくて、このクエスチョンマークじゃなくてびっくりマークの時っていうのは簡単文なんだなっていうふうに判明しやすいと思うんですよ。だからここの、出だし、そして最後を見ると簡単文なのか、それともそうじゃない文章なのかは分かるかなと思います。で、作り方なんですけど、まあ How の後は形容詞か副詞、例えば Tall、 ここね How cute とか How tall、 How short とか、これ How の後にもういきなりそれがつきます。なんでかっていうと、そこを一番強調したいから。英語ってこう強調したいことを前に前にこうね、論点を先に述べる性質があるんですけど、まあここを一番強調したい、どれだけ背が高いかを強調したい。で、普通の文章だとどうしても背を高いっていう表現したいのに、そこが一番後ろになっちゃうんですよ。これをもう前に持ってきてやると、一番ほぼね、一番頭にこう持ってきてやる、 How tall っていう感じでね、そうすると結構そこを強調してますよっていう感じがより出せるんですよ。なのでこういう語順になってるのかなと思うんですけど、でその後に主語と動詞、ここはまず How tall まで作ったら、あとはそのまま主語動詞、これは普通の文章をつけるだけっていう感じですね。でここでも tall を使ってるから、これはいらないよっていうことですね。 How tall you are で忘れないように、これがないと簡単文って言えないですから。日本語だとこのびっくりマーク本当適当な感じでつけると思うんですけど、まあ、英語だとこういう感じで簡単文の時とかにねつけることが多いですね。まあ、普通の時もびっくりしたらつけるけど。で、次、What。What は何が違うかといったら、How と違う点っていうのはこれだけです。ここに、あとかあんがつく。で、形容詞プラス名詞と。プラス主語動詞。何言ってんだろうって感じになってると思うので、例文です。What a cute dog。はい。これ見てもらうと、なんだろう。How cute じゃなくて What a cute dog、 要はもうここで名詞にしちゃうんですよ。ここ一つ、これでね、このもの、なんてものなんだっていうところですね、それはっていうような感じに作るっていうことだと思うんですけど、だからここは絶対 What の後はあがつきますって覚えておくと、 What と How の使い分けがしやすいと思います。 What a cute dog、 あがついたら名詞にならなきゃいけない、だからなんて可愛い犬なんだって言った時に What を言います。でこれ別に How でも言い換えれるので、 How cute the dog is とかっていう感じにしてもいいんですけど、 What a cute dog って言って、なんて可愛い犬なんだっていう、よりシンプルな文章になるかなと思います。で似たような感じで、例えば、こっち下の文章もそうですね、 What a tall boy Tom is、 これも
と、なんてこっちだと、なんてあなたは背が高いんだっていう、背が高いっていうのをすごく言ってたんですけど、もうトム自身がその背が高い少年、なんて背が高い少年なんだっていうのを強調させたい時っていうのが What、 これですね。なのでそういう時はここに文章を使います。だからこっちでもしこれをね How で言い換えるんだったらどうなるか、ちょっと言い換えてみてください。まず How が来ますよね。How tall が来ますよね。で、Tom is、 こうなるはずなんですよ。 How tall Tom is。 でもこうではなくて、下の文章 What なので A tall boy っていう風に名称をわざわざここで作ってあげてますよということですね。で、まあ、Tom is、 ここはね、このこっちの文章みたいな感じで、まあ省略することもあるかなっていう気はするんですけど、まあ正確な文章だと What's the tall Tom is、 で How で言うんだったら How tall Tom is っていう感じで、要はここを名詞にしたいかそのまま形容詞にしたいかっていう違いですね。で多分その簡単文ってこの2つしか作り方がないんだけれども、意外とこう複雑だったりとか、みんなもこう使いづらいと思うんですね。なんでかったらこれとこれの違い、何でもかんでもとりあえず How か What をつけてとか What tall you are って言えばいいんだって思っちゃうとちょっと違うじゃないですか。 How tall you are はいいけど What tall you are は違うんですよ、ダメなんですよっていうところが多分ややこしくさせている原因だったと思うので、本当に文法って前も言ったと思うんですけど、やっぱりこう英語はすごくシンプルでも奥が深いっていう言語なので、まあ基礎に戻ることで割とこうちゃんとね使いこなせるようになるかなと思います。ここで言いたいことは今日はこの2つだけなので、はい。であとプラスですね、ちょっとおまけじゃないんですけど、まあ中にはねこの How あるんですけど、 How tall とかそれ以外によく出てくるのがこちら How long、これどんな意味か分かりますか？なんて長いんだと、なんてお前の休みは長いんだみたいな感じですね。 How long、 あとは How fast、 fast は早いっていう単語なので How fast でなんてどのくらい早いんだみたいな感じの文章になると思います。じゃあここでちょっと How と What よくこう出てくるとは思うんですけれども、皆さんいくつかちょっと例文を作ってもらいたいなと思うんですね。見てるだけじゃなくて結構その自分も実際に例文を作ってこう練習していってもらったりとかするとより力がつくかなと思うので、例えばこれをノートに移しながら自分で例文をこういくつかこう、書いてみるっていうのもいいかなと思います。じゃあ例えば、なんて大きい車なんだっていう時を What で言いたい場合、すぐパッとも言えますか？じゃあ例えばもっと短い文章だと、なんて美味しいんだっていう時は、そうです、 How delicious でいいですね。この時この主語動詞は省略してもいいでしょって言ったけど、ここもね省略しちゃってもいいので、例えば How beautiful、 How pretty とか How delicious、How first、 How wonderful とか、そんな感じでそれだけでも別に成り立つので、日本語でもそうだと思うんですよ。もうなんて美味しいのみたいな、何々がなんてわざわざ言わないじゃないですか。そういうことですね。なのでまあ結構この How は意外と使えたりはしますね。 How beautiful とか How なんだろう、 HowWonderful とか How delicious とかね、あとは What だったら What a beautiful girl とか What a big dog とか Big dog、 What a big dog he hasっていう感じで、彼が
彼はなんて大きいのを持ってるんだみたいな感じで、後にこう付け足すことでよりこれを詳しく説明していくっていうやり方もできるんですけど、まあ、あのシンプルに普通に会話で使うんだったら全然 What an old car とか How beautiful とか What a big cat it is とか、そうですね、まあ、そんな感じ で練習法としては結構難しいと思うんですけど、自分で適当に目につくものを英語にパッとこう変えてみるといいかなと思います。そんな感じで練習していくと、本当に独り言じゃないですけど、英語ですくパッとものが言えれるようになってくると思うので、これぐらいの文章だったら目についたもの何でも、なんて大きいんだ、なんて可愛いんだ、なんて綺麗なんだ、なんて美味しいんだ、なんてかっこいいんだね、全然パッ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 と日本語だといっぱい言えると思うんですけど、それをちょっと英語で言ってみる練習とかをするとより英語の方にも近づけるかなと思います。はい、じゃあそんな感じでどうもありがとうございました。 See you。簡単文ってなんか中学ぐらいの時に習ったっきりであんまやってなかったなと思ったんですけど、まあなんとなくでこう使えちゃうもんだと思います。まあそんな感じで適当な英文法講座、これからもよろしくです。